見たな。見たな。あんたたちの方でしょ。もっと聞きたい、もっと聞きたいって言ったの。バカね、物には限度ってものがあるのよ。桃子見なさいよ、桃子。泣いちゃっていいじゃない、どうするのよ。まったく、もう桃子はガキなんだからお話でしょ。こんなんでいちいち泣いててどうしますか。たい、何すんのよ。君ね、ちっとも優しくないんだよね。最初から聞きたいなんて言わなきゃいいじゃない。そんな話ぐらいしかあんたの取り柄ないでしょ。かわいそうだから聞いてやっただけじゃない、ゆかちゃん。ねえ、上等。何よ。もうお前の友達。ごめん、もうどないなってますね。明日は清水寺からぐるりと奈良を回っての強行軍だ。いつまでも騒いでないで早く寝ろ。大丈夫？うん。両人秘書は後白河院の愛称歌曲集といった性格の強い歌謡集で、当時の民衆の声を直に伝えるものとして芸能史風俗史上その役割も大きい。その中でも代表的なものに我を頼めてこの男角三つ老いたる鬼になれ、の頼めは下二段活用の多動詞、頼むの遠用形だ。殿の野は打ち消しの助動詞、図の連帯形。おい渡辺、今のところ解釈してみろ。はい。その忍ぶれど、色に出にけり我が恋は物や思うと人の塔まで。この忍ぶれはですね、馬行上二段活用の依然形で。どこを見てたんだ。ページが違うな。ぼんやり外ばかり見て、外に君の恋人でもいるのか。いえ、そんなとんでもない。と人に質問されてどぎまぎしてしまう。それが今君が言った忍ぶれどの歌の心境ってわけだ。座ってよし。誰かさんのことを思うのもいいが、授業中ぐらい忘れてくれよ。さて、両人秘書に戻るぞ。この歌は信じきっていただけに、捧げた愛を裏切られた時のやるせない女心を歌った歌だ。私という女を頼みに思わせておきながら、私のところにいつまでも通ってこない男。ねえ、三田先生ってさ、神経質で真面目そうなくせに意外とナップだと思っちゃったな。そう、
恋の歌になるとガツン張り切っちゃってさ。奥さんとは熱烈な恋愛で結ばれたのかな。うん、うちの両親の仲人で見合いだって。ちょっとママか、あんた本当に生徒会長の七尾玲子に恋しちゃったんじゃないの。ねえ、七尾玲子さんってお茶代志望だって。それは無理だ、うちの学校の偏差値はとてもね。それでやけになっちゃってんじゃないの。3年生はみんな追い込みで学校に来てる人って少ないのに。今日だって夢中でテニスなんかやったりして。ねえ、うん、諦めちゃったのかな。浪人するつもりじゃないの。裏山のお宮の板に取ってお守り作ると合格間違いなしだって。本当？ダメダメ、いくらエスさんのためだって桃子があのお宮に一人で行けるわけないじゃない。あそこはね、昼間だってお化けが出るって噂なんだから。ねえ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 、花を見た。あ、見た見た見た。みんな何も知らない顔してすごいよね。例の経験者 80% だって。そうそう、すごいよ。あのウィンター商品だけなく大丈夫だって。いやー、何度って全部広げだって120秒だもん。裏のお宮か。りょうすけ兄ちゃん、よう、大学受かったの。人の顔見りゃみんな同じことばっかり聞きやがる。ダメだったの今年も。毎年同じこと聞くなっての。なんだ、やっぱりダメだったんだ。やめたの。大学なんてね、二浪もしていくとこじゃねえって分かったからよ。じゃあ何のために二浪もしたわけ。今年もダメなら三浪じゃないの。お前も頭悪いね。大学行くだけが人生じゃないんだぞ。おばさんさ、苦労して涼介兄ちゃん東京の予備校に通わせてんのに、今年こそ合格してほしいって好きなお茶立ってんのよ。ま、期待される人間像の辛いところっていうのかしら。何を人事みたいに、無責任よ。おいおい、まだ誰か学校にいた。知らない、そんなこと。誰かさ、テニスとかやってるやついなかった。関係ないでしょ、そんな余計なこと言ってる暇があったらね。大学に受かってみせたらどうなの。おかえり。ごめんなさい。ただいま。ドタンパン待って弱気になるとこなんて死んだ父ちゃんそっくりなんだから、うん、もう情けないやら悔しいやら。もうほんとね、涼介ちゃんも突然こっちに帰ってくるなんてもうさっぱりわかんない。勝さんからもあの子によく言ってやってくださいよ。ズタばっかり大きくなって私の言うことなんて手で聞いてくれないんだから。涼介だってもう子供じゃないんだよ。自分の将来がかかってんだ、ちゃんと考えてるよ。とんでもない。少しはね、考える頭があったらあんなちんたらしてらんないはずよ。時々ニヤニヤして、あれは女の子のことしてか考えてない顔よ。あ、いらっしゃいませ。あ、買い物じゃないんですよ、ちょっと電話かかります、はい、あ、これあら、お客さんだわ。いつまでこんなとこで油売ってらんない。商売商売。まったく、あのバカ息子のためにいつまでこんな苦労しなきゃなんないのかしらね。すいません、ちょっと待って。じゃあどうもお邪魔様。あ、こんなところだって失礼しちゃうわ。ただいま。桃子、あんた昨夜も友達と長電話してたでしょ。うちの電話は商売用なんですからね。長電話するときは赤電話を使うもんなの、わかった？商売用なんですからね。ああ、はい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 、わかりましたよ、はい。ただいま。どうしたんだ、桃子。母さんよ、あの人さ、本当に私産んだ人かしら。まあ、何を言ってるんだ、やぶから棒に。だってさ、人がただいまって言ってるのにおかわりも言わないでいきなり文句ばっかりだよ。とても愛されてるって感じしないのよね。きっと、ママ母かもね。そんなわけはないよ。確かにお前はお父さんの子さ。私が絶対だって言ってるんだから確かだよ。
ほら、だいたい臆病なとこや慌て者のとこなんかお父さんにそっくりじゃないか。お帰りを言い忘れたぐらいで実の親じゃないとかなんだかんだ冗談じゃないよ、罰が当たるよ。だから姉ちゃんがママハーカモって言ってるのはお母さんのことだろ。だからお父さんは本当のお父さんに決まってるだろ。ダメだこりゃ、おばあちゃんボケちゃったよ。誰がボケてるもんか。え、ばあちゃんまだ71だよ。政治家ならこれから内閣総理大臣になろうって年だ。え、ボケてなんかいられるかい。お前も頭悪いね。大学行くだけが人生じゃないんだぞ。こんなさっぱらからなんだよ。来て来て来て。ないないない。あのね、どうしたんだよ。はい、大学合格祈願のお守り。お前を作ったの？うん、裏山のお宮の浜板で作ったんだ。ほら、滑り止めの関東文化大学の合格発表まででしょ。これで絶対受かるの。もしうまく受かったらね、私一回デートに付き合ってあげてもいいよ。何よ、子供扱いしないでよ。私だってね、おしゃれすれば結構様になるのよ。じゃ、学校行ってきます。太田明美。はい。村尾智子。あ、はい。中野幸子。はいはい。渡辺桃子。はい。以上3名。遅刻の理由を後で今日の当番まで報告しておくように。青春は麗し、楽しからんものは楽しめ、明日は確かならず。だがそのツケは必ず回ってくる。その覚悟さえできていれば、遅刻をしようが早退しようが先生は一向に構わん。そうだろう。Stop!
やるぜー。なーい、みんな行くぜー。この野郎どこに行ったよ。こら待てて。鬼退治はうまくいったけどさ、あとが怖い。知らないぞ、トモコなんか前から目つけられてんだから。なんでなんで、そこは夜あってまんや。ここ行くと三田先生ってさ、教師愛っていうか、もう愛情感じちゃうな。あー、三田先生のこと好きなの。バカ、だから教師の愛情だって言ってんじゃんね。そう、要は信頼関係よね。信じ合うことのできる人ね、トモコ。うん、重く目で照れてる。何よ。あ、先輩、さよなら。さよなら。さよなら。それぞれの愛か。乙女心は揺れ動くのでありました。怖い。何、何があったの。うん、裏山の崖下でね、女の死体がめっかったんだって。女の死体。うん、首絞められてらしくてさ、目なんかこう白目向いちゃってんだって。本当。ちょっと見てきますね。ちょっと待って、私も行く。桃子、桃子、やめなさい。で、夜中に一人でトイレに行けなくなった。本当にしょうがないったの。局長の娘さんだって。東京の短大出て丸の内の OL やってるって。局長が自慢してたのが、なんでこんなとこで死んでるんだ。ただの死人じゃない、殺しだってさ。ただいま。ね、局長さんや奥さんどうだった。どうもこうも、東京でちゃんとやってると思った一人娘があんなことになっちまって、何が何だか分かんねえってただ泣くばっかしだよ。そうだよね、松江ちゃんが町に帰ってきたなんて誰も知らなかったもんね。改札の堀口、ほら、河内薬局の2番目の娘と結婚した、伊豆急に勤めてる向子さん。あの堀口の話だと、昨日の昼頃松江ちゃん東京から戻ったって話だ。なんまだなんまだ、一晩あんな暗い崖下でさぞ仏さんも心細かっただろうに。犯人わかったの。まだ死体が見つかったばっかしだ、犯人探しはこれからだ。ほら、犯人は男だと思うな。男って、あんた犯人見たの。冗談じゃない、見ちゃいないさ。だけど局長のどこの娘、あれは美人だったからな。男は絡んでるに決まってない。バカ言うんじゃないわよ、松江さんは美人は美人だけど、この辺のパープリンとは違うんだから。そうだ、あんたとは大違いだ。うん、そう、大違い。そう、そりゃそうですよ。おばあちゃん何言ってんねん、私と松江さんとはね、月とすっぽ。当たり前だよ、私が知ってる郵便局長のとこの娘はね、おとなしくて頭が良くて、あっちの男こっちの男ってキョロキョロ目移りするようなタイプじゃないよ。だからねえ、だからってさっきからそう言ってるのに。ちょっと、この重大事件の時に嫁と姑が嫌味やってる場合じゃないでしょ。それよりねえ、局長の娘に男がいたって話本当なの。よせ、俺は何も男がいるなんて言っちゃいないよ。言ったじゃない今その口で。だから頭が良くて美人の娘だから
付き合ってる男の一人や二人いてもいいじゃないかそう思っただけだよ。お前ね、そういう証拠のないことあちこちでベラベラ喋るんじゃないよ。そうでなくても娘さん亡くして局長さん参ってるんだから。奥さんすいません、もう一杯。たっちゃん、うちはいくら飲んでもらっても商売だが構わないけど、いい加減しときなさいよ。また女房に逃げられるんだから。すいません、電話お借りします。これ、あんまり見たことない顔ね。犯人かも。あの、商売用の電話お借りしちゃって。ああ、俺だ俺だ、うん、そう、うん。ダメだね。そいじゃあ、あの娘が殺されたのは昨日の話かね。警察の検視でもそうらしいよ、はあ、昨日の夕方ぐらいじゃないかって。警察に行ったっきり帰ってこないのよ。あの事件のことで話し込んでんのよ。これ配達お願いね。ビール一ケット。はい、三田先生のところ。三田先生？そうよ、あんたの担任の三田先生よ。あ、それからね、あの醤油一本サービスしときましたってちゃんとあんたの口から言わなきゃダメよ、うん、あんたの成績なんとかなるかもしれないんだから、うん、ね。ほらほらほら、ジャンバちゃんと来てきなさいよ。うん。何してるんだ。人を待ってます。先生、東京へ行くんでしょ。ああ、毎週土曜日は研修会だ。いってらっしゃい。ご苦労様。いってらっしゃい。残念だな、今日も家出の道連れは見つかりそうもないな。前田ありがとうございました。ビール1ダースに醤油が1本おまけです。どうもありがとう。明日のね、お葬式にお酒が足りないな気がして追加したのよ。あ、いつもすいません。先生は今日はいつもの研修で東京よ。先生毎週東京行くんですね。うん、勉強が趣味なの。せっかくの土曜日に毎週先生がいないんじゃ寂しいですね。桃子さんったら。でももう3年も続いてる東京がいいでしょ。慣れちゃったわ。明日どこの組織ですか。ほら、裏山の崖下で死んだっていう郵便局長さんとこの。ああ、先生もね、国語の先生やったりこういう時お坊さんやったりと忙しいのよ。そうですね。じゃあ、まずどうも。ご苦労様。私のことさ、
なんか新しい情報手に入った。何がおかしいの。だって桃子さん女刑事みたいなんだもん。そういうわけじゃないけどさ。わかりました。いいですよ、何でも聞いてください。ご用聞きしながらね、いろいろと情報を仕入れましたからね。そして最後には出場の前川巡査からね、決定的なことを聞き出したんだから。サムちゃんの方が刑事みたいじゃない。本当はね、酒屋の店員なんかじゃなくてね、もともと刑事になりたかったもんですから。刑事ね。マリさんには言わないでくださいよ。お前はご用聞きしながらいつも他人のうちの中の秘密に興味を持ちすぎると叱られるんですから。分かった。じゃあその前川巡査から聞き出した決定的なことから教えて。それはですね、どうしたのよ。桃子さんにはちょっと刺激が強すぎんじゃないかな。もったいぶらないで早く。じゃあ言いますけどね、ショックで倒れたりしないでくださいよ。そうですね、これはまだ警察でも公表するかどうか決めてないらしいんですけどね、死体を司法解剖したら、ああいう変死体で発見された場合はね、司法解剖するっていうのが法律で決められてるんです。知ってます。そのくらい。その司法解剖の結果、なんと殺された郵便局長の娘さんはね、妊娠してたんだそうです。妊娠って赤ちゃん。そう、お腹の中に赤ちゃんがいたそうです。5ヶ月だったそうです。俺の推理できますと、犯人はその赤ん坊の父親ということになりますな。桃子さん、大丈夫？大丈夫じゃない。何？桃子さん、郵便局長の娘の葬式見たくありません？見たって、ただかわいそうなだけだし。もしかしたらね、その葬式に犯人が現れるかもしれないってんで、刑事たちが張り込んでるらしいんですよ。何気ない顔して線香なんか上げて拝んでるところにね、バラッと刑事が出てきてさ、逮捕なんかしちゃうんじゃないかな。でも犯人誰かわかんないんでしょ。ここにも刑事なんていないじゃない。いや、あの松の木の陰にもね、指導路の裏にも隠れてるんですよ。すぐに見つかるようじゃプロとは言えませんからね。松江さんって昔主人の教え子だったの。離れにも2、3度遊びに来たこともあったりして、東伊豆女子高校じゃね、生徒会長もやっていて優等生のお嬢さんだったのよ。それがこんなことになってしまって。じゃないよ。お前はあの裏山で松江さんと待ち合わせをした。そして松江さんが来て話をしているうちに、お前は逆上して松江さんの首を絞めた。そうじゃないのか。
逆上したって俺がなんで逆上しなきゃなんねんだよ。子供だよ子供。子供知らばっくれんなよお前は。松江さんの腹にはお前の子供がいたんじゃないのか。刑事さんからかうのやめてくれよ。警察をなめるよ。松江さんの血液型は B 型だ。子供は O 型だった。お前の血液型調べりゃな、子供の父親かどうかすぐに分かるんだ。あ？どくすっと勉強もしねえで二浪までして、いつ前に子供なんか作りやがってよ。おう！ほら、ほら、ほら。ご苦労さん。なんかゲロしました。お前ね、テレビドラマの水着だぞ。やっぱりやったんでしょうかね。お立場の秘密だ、何も喋れないね。あ、そうですか。じゃあいいですよ。あんたから聞いたことをね、みんなあの刑事さんたちに喋っちゃいますから。おい、俺は何も喋ってなんかいないだろ。そうですかね。妊娠してたとか、この間クリーニング屋の店員の駐車違反と、自分の麻雀の負けを帳消しにしてもらうことで見逃したこととか。おい、おさむ、おい、おさむちゃん、こら、おめえが何遍言ったら分かるんだよ。痛い。あのな、潰れてていいのはお前の顔だけなんだよ。おいし、元に戻したる。ゆうべ徹夜で3センチにしたのに。おい、これ しっかり塗っとけ。土曜と日曜の2日間ずっと駅前で張ってたんだって。うん、で、家出内部は見つかったわけ。家出じゃないわよ、駆け落ち。バカだね。駆け落ちっていうのはね、相思相愛の男と女がやるもんだよ。それにね、これは忠告だけど、いくら駅前で立ってたってダメだと思うよ。家出にしたって駆け落ちにしたって、ともかく男と口聞いたことなんて話にならないよ。せっかく駅前で張ってるんだったら、誰でもいいから適当に声かけて男と友達になる方が先だよ。それにしてもどうしてあんたみたいな子が家出とか駆け落ちとかそんな大それたもん取りつかれちゃったのかな。野坂昭之。え、何それ。野坂昭之って人の短編小説に心中弁天島っていうのがあるの、それ読んでからかな、私の心中願望。心中？心中するためには家出もしなきゃなんないし、もちろん駆け落ちの方がベリーグッドなんだけどね。ベリーグッドね。じゃあ、おさむちゃんが手に入れた捜査上の秘密情報によれば、殺された松江さんが B 型で赤ん坊が O 型ということは、涼介兄ちゃんの血液型は B 型か O 型ってことになるわけだ。おばさんに聞いたらね、涼介兄ちゃん O 型だって。それじゃあ、バチッと犯人じゃない。そんなことない、涼介兄ちゃんが人殺しなんかするはずないよ。して、その根拠は。ちっちゃい頃よく遊んでくれたし、口は乱暴だけど気持ちは優しいのよ。だから、二度も受験に失敗しちゃってるし、おばさんが苦労して食堂やってるのも知ってるから、自分の力のなさにイラついてふてくされたりしてるけどさ。そういうことはですね、涼介兄ちゃんが殺人犯じゃないって根拠にはまるでならないし、情状酌量の理由にも点で当たりませんな。そんなこと言ったって、そんなこと言ったって私犯人見た。え、今何て言いました。犯人を見たとか見ないとか。嘘よ嘘嘘、私が犯人なんか見るわけないわよ。あなた確かあの日裏山へ行ったわね。行くには行ったわ、でも誰にも会わなかったし何も見なかった。本当よ、だって私が殺人現場見てたら警察行って言うに決まってんじゃない。涼介兄ちゃんが犯人にされかかってんだもん。それもそうよね。瀬を早み岩にせかるる滝川の、割れても末に合わんとぞ思う。激しく水しぶきを上げて岩に襲いかかり、見る間に割れ砕けて本流とかす山中の急流を叙述したものであるが、この上の句は激しい恋心の象徴、
比喩と開示されて、非常に切迫した恋のありさまが見事に歌われているものである。渡辺、どうかしたのか。いくらガマガエル男の話を思い出したからって授業中に悲鳴上げるなんてどうかしてるわよ。あの話したのは去年の修学旅行の時だよ。話が太鼓よね。何太鼓って。太鼓、大昔ってこと。しょうがないわよ。桃子は向かいの凌介兄ちゃんが警察に連れて行かれて、情緒不安定なんだから。え、桃子そのお兄さんのこと好きだったわけ。バカね。凌介兄ちゃんは吉川松江っていう郵便局長の娘と深い仲で赤ちゃんまでいたのよ。そんな男を桃子が好きになるわけないじゃない。何言ってんのよ。二人の関係がそうだなんてね、まだ決まったわけじゃないの。でも桃子は好きなんでしょ、そのお兄さんみたいな男のこと。え、桃子は生徒会長の七浦優子さんに S なのよ。いいんじゃない、別に男と女は両方好きになったって。そりゃいいけど、でもちょっと欲張るじゃない。ちょっと、みんな人を好きになるってことどんなことかよく分かりもしないのに勝手なこと言わないでよ。背を早み岩にせかるる滝川の、割れても末に合わんとぞ思う。あなたたちにはこの歌の切ない女心なんてちっとも分かっちゃいないのよ。情緒不安定は緑の方みたい。駆け落ちの相手が見つからなくてイラついてるのね。悪いけど一人にさせてくれない。なんだ、渡辺か。何してるんだこんなところで。とっくに下校時間過ぎてるぞ。あの何が言いたいんだ、はっきり言いなさい。あの先生はあの日。あの日？あの日じゃなくて今日の朝です。今朝？今朝先生はここでピアノを弾いてましたか。ピアノ？どうして。国語教師の僕がピアノ弾けるわけないだろう。ピアノがどうかしたのか。弾けなければいいんです。まだ何か聞きたいんじゃないのか。じゃあもう一つ質問しますけど、先生の血液型は何型ですか。ピアノの次は血液型か。学生時代調べた時に確か B 型だったと思うが。ありがとうございました。帰ります。
三田先生、涼介兄ちゃん。 A と B とは不完全優勢で、 O は A と B との両方に対して劣勢であるから、 B 型の場合で言うと、子供が O 型という場合の遺伝子の形は OO ということになり、その両親は BO 型あるいは O 型で、共にその表現型は B 型か O 型のどちらかで、 A 型とか AB 型はありえないのですよ。こうなると二人とも子供の父親の可能性があるわけだ。七尾さん、あれ、七尾さんって言ったら、もしかしたら桃子の学校の生徒会長さんの七尾玲子さん。ええ。あらまあ、ちょっとおばあちゃん、生徒会長さんの七尾玲子さんだって。まあ、分かってるよ、ちゃんと耳は聞こえているんだから。あらまあ、桃子の友達に生徒会長さんがいるなんて光栄でさ。殺人犯の容疑者で警察に引っ張られてる幼なじみもいるんだから。吉井さんとこの涼介。おばあちゃん、生徒会長さんの前でそんなこと言わなくったってね。桃子、七尾さんに上がってゆっくりしてもらったらいい。ああ、そうね、そうしていただいたら。何がいい？あの、お紅茶とケーキお出ししてね。ケーキあんの？まったく、駅前で買ってくんの。あたしは豆大福にしとくれよ。ケーキの方がいいよ。ケーキ、ケーキ、ケーキ。七尾さん、よかったら外行きませんか？ええ。どうもお邪魔しました。え、あら、あらまあ、何も外で立ち話しなくたっていいのに。ちょっと、桃子、本当にあの子ったら。すいません、みっともないとこ見せてしまって。うちの家族ってどうしてあんなのか、知性も今日も全くないから恥ずかしくって。どこも似たようなもんよ。うちは両親とも医者だから、患者さんなんかにはすごく立派なこと言ってインテリぶってるけど、ひどいもんよ。特に娘に関しては。私本当は大学なんて行きたくないのよ。それで結婚したいって言ったら引っ張らかれたわ。結婚ですか？そうよ。だから最初から受かりそうもない大学を受けて、両親の言う通りになっているふりをしただけなの。結婚って誰とするんですか？涼介くん。立花涼介。涼介兄ちゃん。涼介くん、この間の崖下の変死体のことで警察に呼ばれたっきり返してもらえないでしょう。それであなたにお願いがあるのよ。涼介くんが殺人犯なんかじゃないことはこの私が証明できるの。あの日涼介くんが裏山に行ったのは私と会うためだったんだから。デート？ええ。涼介くんがまだ高校生だった頃、私たち付き合っていることが両親に分かって大変な反対にあったの。涼介くん、あの頃からちょっと不良だったでしょ。それから私たち他人に隠れて付き合っていたの。私が予備校に通うふりして東京で会ったり、この町で会う時はいつも裏山。知らなかった。多分涼介くんは警察で私と会っていたって言わないからなかなか返してもらえないんだと思うの。私これから警察に行ってそのことを言うつもりなんだけど、私と涼介くんが付き合っていたことが分かれば、警察の人たちは私が涼介くんをかばってそんなことを言いに来たんだと思うかもしれない。だからあなたに一緒に行ってもらって、裏山で私を見たって証言してほしいのよ。でも私裏山で七尾さん見たわけじゃないし。いいのよ、本当には見なくたって。あなたがあの日
裏山のお宮にいたことは知ってるのよ。そのあなたが私を見たと言ってくれれば、凌介君の疑いもきっと晴れると思うの。こんな嘘は嘘のうちに入らないわ。合格祈願のお札なんかよりよっぽど人助けなのよ。ね、お願い。私は信じてたんだ。うちの凌介が殺人なんか起こすわけないってね。くずく世間なんて当てにならないって、今度という今度はね、身にしみたわよ。どうして背中なんか丸めてんのよ。あんたね、何も後ろめたいところないんだからね、ドンと胸張って歩きなさいよ。まったく桃子ったら一体何考えてんのかしら。二人がそういうことで裏山に行ったんなら行ったって早く言いやいいのよ。二人に口止めでもされてりゃ、そりゃ桃子だって言い出しにくかったんだよ。だからって何も自分の責任感じて学校休むことないじゃない。はい、渡辺酒店です。なんだ凌介か。どうしたんだ電話なんかで。それはお前だって少しや決まり悪くなって当たり前だよ。桃子のやつも学校行って友達に何か聞かれるのがいやらしくてずる休みだよ。え、何堤防。ああ、分かった、伝えるよ。おい、桃子。悪かったな、俺たちのせいで学校休んだんだって。私嘘ついちゃったよ。私あの日裏山で七尾玲子さんなんか見なかったのに。私が本当に見たのは。他に誰か見たのか。誰を見たんだ。誰も見てないよ。でもびっくりしちゃったな。凌介お兄ちゃんと七尾さんが結婚の約束してたなんて全然知らなかった。もし裏山で誰か見たなら、そいつが吉川松江を殺したやつかもしれないな。桃子、お前何か隠してんじゃないのか。何でもない、私何にも隠してない。桃子、あんたがずる休みするもんだから三田先生心配して来てくださったのよ。いや、ちょっと女房に頼まれた買い物もあってね、ついでだ。聞いたよ、あの事件のあった日に裏山に登って七尾玲子がデートしてるのを見たんだそうだな。それで事件に巻き込まれると思って一人小さな胸を痛めてたんだろう。しかし物事っていうのは何でも正直に言った方がいい。君がさっさと喋ってしまえば向かいの青年の疑いもとっくに晴れてたんだから。あ、毎度ありがとう存じます。じゃあこれ、あの奥さんのご注文のマヨネーズとケチャップとソース入れておきましたから。どうも。どうした、先生にはとっくにずり休みバレてんだぞ。今さらしょんぼりしたって手遅れだぞ。ん、あの私ちょっと用事がありますから、どうぞごゆっくり。桃子、桃子、どうもすいません。あ、いえ。なんだかとんだとばっちりで殺人事件かなんかに関わってしまったもんだから、ちょちょ不安定なもんでね。そりゃそうでしょう。いくら間接的ではあっても桃子君にとってはショックはショックだったと思いますよ。まったく、自分が人殺したみたいにビクビクして気が小さくて困るんですよ。私に似たんですかね。
先生はあの日裏山で私が先生を見たことを知ってる？知ってるんだ。桃子、食べるなら食べるでもっと美味しそうに食べなさい。守る。テレビ消しなさい。あんちゃん、もうお父様に打たれてくださいよ。お父さん、新聞見ながらご飯食べないでって何て言ったらわかるんですか。せっかくの一家団らんの夕食だっていうのに、どうしてうちはこうやって点でバラバラなのかしら。守る。はい、テレビ消しなさい。この世界はお姉ちゃんがついで、僕はアニメを作るんだ。テレビを見るのは将来の勉強ダメじゃないか。私逆らつぐなんて言ってないでしょ。そのこと勝手に決めないでよ。僕が決めたんじゃない、お父さんがそう決めたんだ。そうだよね。うん、そうだ。どうして、どうして私の気持ち向かないでそんなこと決めるの。桃子、お父さんがせっかくあんたにこの家あげるって言ってるのに何が不満なの。何がせっかくよ。私だって将来スチュワーデスになりたいとか宇宙飛行士になりたいとか夢だっていっぱいあったのに、ひょっとしたら誰かに命を狙われて将来なんか生きてないかもしれないのに、そんなのにみんなで酒屋なれ酒屋なれって、私がどんなに苦しんでるかもわかんないくせに、私なんかここの子に生まれてこなきゃよかった。ああ、ごちそうさま。親の心こしらずだけど、まあしょうがないやね。あの子はあんたたちと沼田とのことなんて何にも知らないんだから。まあね、学校が嫌っていうのはわからないわけじゃないけどさ、一問嫌っていうのは困ったわよね。父親とはそれほどでもないんだけどさ、母親とはどうも気が合わないっていうかさ、向こうもそうだと思うんだけど、昔から好きなタイプじゃないんだよね、お互いに。これが実の親子だから悲劇もいいとこよ。どれどれ、親子の相性ね。桃子は AB 型だっけ。うん、父親は O 型だけど、うん、母親はなんと私と同じ AB 型。どうしたの。どうせ AB と AB で相性悪いんでしょ。ショック受けない。平気だってば。何かの間違いで突然変異ってこともあるから、あまり気にしないでほしいんだけど、実はですね、両親のどちらかが AB 型でどちらかが O 型の場合、 AB 型の子供が生まれる可能性はないということになってるのよ。だって私母親と同じ AB 型よ。いくら母親と同じ血液型でも、父親が O なら子供は AOBO、 つまり A 型か B 型しか出ないのよ。早い話が父親の O 型に問題あり。ごめん、なんか私余計なこと教えちゃったみたい。あ、急に思い出しちゃった。悪いけどそれじゃ。Thank you.
そういうこと、分かった。桃子、どうしたんだよ。その桃子さんが一緒に駆け落ちしてくれて、なんなら一緒に心中してもいいって言ってくれてるんですけど。心中？そういうことは小説の中の事件で、私としてはそう、なんだろう、憧れみたいなもので、もしそういうことが本当に起こるなら、できれば相手の人は男の人の方がいいわけで。バカ野郎、何寝ぼけてんだお前。それよりお前にはっきりさせたいとこあっから、ちょっと来い。俺だけ男行ってきたと思う。知らない、そんなこと。吉川松江が住んでた東京のアパートだ。なんで？凌介兄ちゃんの事件とも関係ないのに、どうしてそんなとこ行かなくちゃいけないのよ。いや、これは警察にも喋れなかったし、多分まだ誰も知らないと思うんだけど、俺は一度見たことがあるんだ。何を？吉川松江と三田が一緒に歩いてるの、2年前に一度見た。吉川松江は同じ町の郵便局長の娘で、頭良くて美人だったから子供の時から顔ぐらい知ってる。その時の男がお前の高校の教師の三田だって知ったのはつい最近だけどな。吉川松江が殺された事件と三田とは今のところ何のつながりもないように見えるけど、俺は二人の関係は案外深いような気がする。三田先生と吉川松江さんがどんな関係だって私には関係ないよ。桃子、凌介兄ちゃんと七尾さんが付き合ってるのだって私には関係ないし、大人の男や女が私の知らないところでどんなことしてるかなんて全然関係ないよ。どうしたんだよ桃子。俺は今日東京へ行って、吉川松江が殺された次の日、三田らしい男が彼女のアパートに現れたってとこまで掴めてきたんだぞ。凌介兄ちゃんはさ、そこまで調べてきて、三田先生が吉川松江さんを殺したのかもしれないって言いたいんでしょうけど、私はもう誰が誰を殺そうと興味なくなったの。それより一体私は誰の子かってことの方が大きな問題よ。何のこと言ってるんだよ。いいの、とにかく私は何も見なかったし何も知らないんだから。やっぱりそうか、お前は見たんだ。あの日裏山で三田を見た。見てないって何遍言ったら分かんのよ。この問題は自分が誰の子かなんて乙女チックな餌のことじゃない。殺人事件だ。興味がないとか関係がないとかじゃ済まされない問題なんだぞ。分かった、分かったから、そんなに私ばっかり責めないでよ。ちょっと家行って考えてくる。おい、桃子。お待たせしました。前田どうも。あ、おかえり。あ、桃子おかえり。ほら、三田先生の奥さん、桃子さん。いつも配達ご苦労さんは。あれ、桃子どうしたの。桃子、ご挨拶は。どうもすいません。もう最近すぐ怒ったり泣いたりして、気まぐれで困ってんですよ。もう扱いにくくって。そういう年頃なんですわ。あ、桃子かい、おかえり。桃子の好きな栗まんじゅうあるよ。早くほら手を洗ってさ、お食べ。お父さん、お母さんへ。長い間育ててくれてありがとう。桃子はお父さんの本当の子供でないことを知りました。だからこれ以上はお世話になれません。さよなら。ゆか、
緑、綾へ。みんな仲良くしてくれてありがとう。私はいろいろ悩んで死ぬことに決めました。止めないでください。さよなら。三田先生、先生、最後に三田先生へと書いて、その後何も書けずにいたようなんですが、桃子が先生に訴えたかったのは、自分は一体誰の子か知りたいということじゃないかと思います。先生だから何もかもお話しします。桃子は実は私の親友だった沼田という男の子供です。私と家内と沼田とは中学の同級で仲が良かったんです。家内は今じゃどこにでもいるただの酒屋の女房ですが、その頃の私たちには輝いて見えました。若かったんですな。沼田は私と違って背が高くてハンサムで、それでいてひょうきんなとこがありましたから、女の子によくモテました。高校を終え、私は家業の酒屋を継ぎ、沼田はサラリーマンになり、その頃でした。蓮子と沼田とが付き合ってるということを知ったのは、あれはその年初めて雪が降った寒い日でした。蓮子が
海へ飛び込もうとするのをちょうど私が見つけたんです。蓮子の腹には沼田の子供がいました。それが桃子です。沼田はそんなことは何も知らずに、その時は別の女の子を好きになっていたようでした。私は中学校の頃から蓮子がずっと好きだったもんですから、死ぬぐらいだったら結婚してくれと言いました。私は卑怯な男です。人の弱みにつけ込んで好きな女を女房にしたんです。そんなことがあったもんですから、私は桃子を人一倍可愛がりました。しかし桃子もいつまでも子供ではないんです。あの子に早く本当のことを話すべきでした。そうすればあの子をこんなに苦しめないで済んだんです。先生、桃子が死にたいほど悩んで苦しんでんのはおじさんたちだけのせいじゃない、三田先生のことなんだよ。先生の、先生、桃子の気持ち分かりますか、分かりますか。やっぱりここにいたのか、もしかしたらと思って来てみたんだ。先生、私僕はね、どうして先生あんなことを、私もう何にも信じられない。先生があんなことするなんて。いや、聞いてくれ。聞きたくない。ごまかしや言い訳なんてもう嫌。私見てしまったんです、あの晩の先生を。私死んでもいいの、死んじゃった方がいいのよ。もうこんな嘘で固まった大人の世の中なんて嫌。渡辺、やめして。バカバカバカ、先生のバカ。私、先生だけは信じてたかったのに。そうだ、先生はバカだった。許してくれ、君をこんなに苦しめてしまって許してくれ。明日警察に行く。こんな先生だって卒業式だけは見届けたいんだ。その前にどうしても君に聞いてもらいたい。なぜこんなことになってしまったかを。これは言い訳をしてるんじゃない。
僕は確かに卑劣な男だ。それが分かった上で、大人には大人のどうにもならない事情があったってことを今の君にぜひ知ってもらいたいんだ。君のお父さんやお母さんのことも少しは分かってもらえるかもしれない。君のご両親はご両親で、他人に知られたくない大人の事情を抱えてずっと長い間苦しんでこられたに違いない。それも愛という何か不思議な強いものがそうさせてるんだよ。先生が言うとなんだかお説教めいてしまうけど、人が人を愛すること、これは誰にも止めることができないんだよ。バカなことかそうでないか、いいことなのか悪いことなのか、そんなものをみんな乗り越えてあふれる本流のようなものだ。いつか授業で歌を読んだことがあったね。瀬を早み岩にせかるる滝川の、割れても末に合わんとぞうも、愛情っていうのはそういったものなんだよ。3年前、東京の研修に行く列車の中で卒業生の末裔に再会したのが始まりだった。あの時から僕の中で何かが狂い始めたんだ。どうぞ。はい、はいはい。私先生好きです。高校の時からずっと好きでした。私お正月にうちに帰って、先生が週に一度研修会で東京に来ること知ってました。だから先生と同じ電車に乗るために東京に戻る日をずらしたんです。しかしこんな生活はそんなに続くものではない。タバコやめてよ。赤ちゃんができたらしいの。病院で見てもらったら3ヶ月ですって。松江に子供ができたと知らされてから、僕は彼女のアパートへ帰ることを
ためらい始めた。奥さんのこと愛しててどうして私のこと抱いたりしたの？もうここまで来たら逃げられないのよ。あなたがもし私と結婚してくれないなら、私とのことをあなたの高校に行って、校長先生や生徒がみんないる前で大声で言ってやるわ。松江、当然奥さんにもわかるわ。あなたはこの町に住めなくなる。もちろん教師だって辞めさせられるわ。そんなことをしたら君だって。どっちでもいいのよ。私はもともとこんな小さな町には住みたくなかったんだから。こんな小さな町で優等生の娘自慢して、娘の生き方や自由なんてちっとも認めようとしないで、自分たちのエゴや夢ばっかり押し付けて、私はそんな両親の生活やプライドむちゃくちゃにしてやりたかったの。君は？そうよ、誰でもよかったの。それに私ね、不倫の恋ってのにも憧れてたの。君って女はそんな気まぐれで人を愛せるのか？そうよ、今まで付き合った男の人はみんな気まぐれ。やめろ、やめてくれ。でも今違うの、今はあなたを愛してる。気まぐれなんかじゃないの。やめてくれ。松江、松江、君が僕を見たのは多分この後のことだと思う。聞いてもいいですか？先生は吉川松江さんを本当に愛してたんですか？それとも愛してもいないのにただそういうことになってしまったんですか？愛していた。本当だ、これだけは信じてほしい。その奥の方で絶対に動かない本当のものがあった。君のお父さんお母さんだってそれで生きてこられたんだよ。君への愛情の深さなんだよ。桃子さん帰ってきましたよ。帰ってきました。
じゃあね。お父さんが本当のお父さんじゃないと分かって嫌いになったんじゃないか。 いつか話さなければいけないと思ってた。でもそれはまだまだずっと先でいいと思ってたんだ。だからどう話していいのか整理がつかないよ。いろいろ大人の事情があったんでしょ。ん？うん、そういうことだ。言いたくないことを無理して言わなくてもいいんだよ。でも私の質問だけ答えて。お父さん、お母さんのことどう思ってる？あ、どうって愛してるよ。じゃあ結婚して私が生まれてきた時どんな気持ちだった？お前が口を聞けるようになって初めてお父ちゃんって呼んでくれた時は涙が出たよ。嬉しかった。その時からお前はうちの跡取りだと決めたんだよ。お父さんは子供の頃から気が小さくて泣いてばかりいた。それで人に遅れを取ったが、遅れを取ったことででっかい幸せをつかんだと思ってるよ。お前の本当の父親の沼田義行は隣町の並木町に住んでいる。あいつはプレイボーイだったが今でもお父さんはいいやつだと思ってるよ。会いたければいつでも会いに行ったらいい。そんなの会いたくないかないの。お父さんはお父さんだけだよ。Thank you.
け、おっち。行き先はすぐ知れっけどな、俺の東京の下宿だから。そんな、そんなことしたらまた大騒ぎになるよ。このぐらいのことしなきゃうちの頑固親父凌介君とのことを認めやしないから。そういうこと。知らないからね、私何があったって絶対知らないから。大丈夫、お前にね、この現場見なかったなんてまた嘘の証言頼みはしないよ。当たり前よ、二度とごめんだわ。桃子ちゃん、ごめんね。今度会うときは私たちの結婚式よ。じゃあな、元気におやっさんやおふくろさんやばあちゃんと喧嘩してな。ねえ、あの二人どこ行くの？駆け落ちだって。そんな、私も行きたい。ちょっと桃子、あなただけついてくなんてずるいよ。バカね、私はあの二人と一緒に行くわけじゃないの。ちょっと重大な用事で隣町まで。何よみんな。みどり、一つだけいいこと教えてあげようか。何？あのね、家出に憧れたり駆け落ちに憧れたり、ましてや不倫の子に憧れたりするのは春季の錯覚っていうの。春季気まぐれ症候群。わかった？ちょっと何よ、桃子の気まぐれの方が相当なもんじゃない。合う合わない、合う合わない。合わない。どうしたんだ、脅かすんじゃないよ。見てきちゃった。え、沼田義行、家の近くまで行ってちょっと見ただけ。どうだった？ハンサムだった。そうか。お父さんの方が、お父さんの方がずっとハンサムでいい男だって言ってんのよ。桃子のやつ、俺のがハンサム、脅かすんじゃないよ。も以前と変わりはしない。緑の木の隙間から春